私たち、イッツグルービー、あなたもきっと逃れられないわ。新宿あたり歩きましょうよ。ライブそれを言うたらね、今日さん来てくれはりましてありがとうございます。本当ね、幸せなバンドでお客さんにね、なんか助けていただいてね、いつもね、もう10年ぐらいやってるんですけどもね、メンバーチェンジと繰り返しながらね、今のメンバー落ち着いてあれかな、3回目ぐらいね、ライブまだまだ、ね、ちょっとね、練習不足な点もございますがね、ちょっと温かくね、見守ってやってください。今日はもう2バンドでね
あれです、ね、一番の皆さん、ピンキーさん、もう昔からね、私、知り合いで、ここで知り合ったんですけどね、そうそう、お互いね、うん、なんか前から、おたらすごい仲良くしていただいて、離れてても、なんかおたら、なんかお互い頑張ってんねとかね、言ってね、仲良くさせていただいてて、で今回も大西ゆかりさんのね、バンドでもう2年ぐらいやってはんのかな、でずっと見てて、ああ、なんか一緒にやりたいなと思って、ね、声かけさせてもらって、なかなかね、みんな忙しいから、日程があれなんですけどね。今回やっとね、あの2バンドでやらせていただくことになりまして、もうめっちゃ嬉しいです。私も見るのも今日楽しみやったんで、ね、すごい盛り上がってよかったですね。ありがとうございます。ルビレボはですね、あれです。その一つのバンド、アーティストさんのトリビュートではなくて、いろんな人の曲をやるんですけども、1960年代の半ばから後半、ぐらいに結構凝縮されてまして、その時代を紹介するというコンセプトなんですね。で、歌謡曲なんで日本語なんですけども、まあ、どちらかといえばそのなんかヨーロッパの影響を受けたリズムの歌謡曲とか、なんか聞いてたらこうちょっと洋楽っぽいなとかいうのがね出てきます。それになんか日本語の歌詞はちょっとアホみたいなのやったりとかするんですけども、まあ、どっちかやったら洋楽聴くね感じで聴いていただけたら、こんな曲50年前にあったんやとかね、若い方とかでもね知っていただけたらいいなと思って活動をしております。で、音楽だけじゃなくてこの見た目とかもね、その当時の演奏者の方々の一姫さんもねお揃いで色違いで、なんか今日は紅白歌何歌合戦みたいな感じじゃないで、なんかねやったんです。ほんまにうまいこと、そう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 、でうちは素人でね、はい、そんな感じでね、一生懸命やりますんで最後までよろしくお願いします。はい、前半はね比較的メジャーな感じ、知ってはる曲も多いかと思うんで、知ってる曲あったら一緒に歌っていただいてね、よろしくお願いします。次はですね、奥村千代さんね、その当時すごいキュートなね、なんか高田出身らしいですね、奥村千代さん。だからなんか歌い方がアンナタトンみたいなあるじゃないですかなんかね、そういうなんか昔はちゃんとレッスン受けたり学校出たりねしてた人ばっかりやったからね、上手い人ね、行さんってね。で奥村千代さんもその見た目もすごいキュートなんで、男性からも人気があって、割とお色気ソングとかなんかあてがわれてはったみたいな感じなんですけど、すごく売れましたね。恋シリーズ3部作ありまして、恋の礼、恋狂い、恋泥棒か、3部作ね。それをちょっとドーンとメドレーでお送りしたいと思います。見てください。
昔歌手の方はそのキャバレーとかでもね、あのライブされたりしてて、それの音源がちょっと手に入ってね、でこんな感じでやったはったんですね。それ再現してみました。なかなか貴重でね、もう手に入らないんですよ。 YouTube とかでもなんかもう50年ぐらい前のやし、割とマニアックな曲とかもやってるから、なんか見本、お手本がないんですね。音源レコードだけとかで、それを聴いてみんな耳コピーして、まあ、演奏やってくれたりするんですけど、私もなんかどんな風に歌ってはんのかっていうのがないから、もう全部想像です。こんなんであったであろう。だからあの50年前にルビー&レイ、ルビーっていう歌手がおって、ルビー&レイポーズっていうあのバンドがあったら、こんな感じであったであろうっていうのを想像してるんです。すごく楽しいんですけどね。そう、なんかだからこう私たち通して、なんかこんな感じやったかなとかね、その感じ取っていただけたらいいなと。なんかなかなかね、あの割とこう出てきただけでそんな雰囲気やなとか言ってもらえるようにだんだんなってきて、嬉しい限りでございます。皆さんね、応援していただけるんでね、ありがとうございます。ドラムのね、ゴンちゃんね、3回目なんですけど、大丈夫、落ち着いてきた？大丈夫、はい、ありがとうございます、うん、はい、見た目結構ね、はったりな感じなんですけどね。めっちゃベテランさん。なんかこっちもなんか始まる前だったらもうそば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 立ったり座ったりするから、みんな映るんやんか、ね、割と男の人の方があれやね、なんか飲みの心座ったりとかするよね。おっちゃんでも人見知りとかするしね。女の子の方が度胸あるよね。歴代ね、メンバーうちそんな感じです。私がこんな子しか知らんけどね、そんな。そうね、まあでも仲良くやっております。でね、もう男子メンバーはね、なんやかんやでね、もう全員還暦すぎてるんです。うん、古い曲やってるから、それを知ってる人っていうのも貴重やったりするし、うん、そうね、まあこの、彼女ね、サックスのリノちゃんなんかはもう私よりもさらにグッと若いんですけども、
なんか若い子は逆になんか新鮮な感じで聴いてもらう、まあ、何聴いても新曲じゃないですか。だからね、新しい新鮮な感じで聴いてもらってね、で私が出す曲をあいいですね言って練習してきてくれはるすごい貴重な子です。ねえ、メンバーもなかなか大変なんですけど ね、もうなんかいろんなリズムの曲とかあったりとかするし。そうそう、もうあれですね、あの練習ものすごく厳しいね。え、言うてよ。皆さんこんばんは。お待たせいたしました。私の時間がやってまいりましたね。私こう見えてもこう見えた通りなんでございます。そろそろあの後半頑張っていきましょうかね。いや、まだ後半じゃね。あ、後半じゃね。まだ前半や。いや、もう終わりまで来た。はいはい。あ、そんなもうあのあれですね、はい、ポンちゃん、次のコーナー行きましょうか。え、パンチハレンチデラックスルビー&レボーイズの ABC ヤングリグース。様からの事前にいただいたリクエストをもとに曲紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、 BGM はアンディさん、なんかちょっとラウンジな感じの頼むね。頼むね。お願いします。あ、リノちゃんの娘さん、まずあのリノちゃんの娘さんドリンクいっぱいあげて、さっきお金払ってるからね。はい、すいません。はい、まず1曲目のリクエストは南さん、さっきピンキーさんにいじられまくってた南さん。ねえ、なんかあの私の昼の仕事場をね応援してくれてはるお父さんなんですけど、今日初めて来てくれはってね、前からみんなね、そうそう、なんか聞いてくれてはって、はい、リクエスト曲はアカシアの雨が止む時、ね、あ、西田幸子さんの、これもめっちゃ古い歌ですね、1960年、なんかすごいあの細かく書いてくれはって綺麗な字で、1960年言うたら昭和35年です。うん、うち60年代キューティーポップショーやからね。30年からね。アンポソ、闘争が激化、日産セドリック発売、タッコちゃんブーム、石原裕次郎と北原美恵が結婚、ローマオリンピック開催は、そういう年ですね。全然生まれてないですけどね、私ら。うん、はい、アカシアの雨が止む時、1960年この歌がヒットした頃、私は小学2年生でした。生まれ育った泉州岸和田では1年365日寝ても覚めてもだんじりとの生活でした。当時小太鼓担当で、朝から晩まで手に豆を作りながら、もう練習した日が、もう練習した日が懐かしく思い出されます。おかげでリズム感は今でもいい方だと思っています。あ、確かに。あのね、なんかカラオケ歌いに来てくれはるお客さんなんですけど、なんか割と御三家とかあの時代やからね、なんか恋をするなら、ああこうやってリズム取ってね、歌ってくれはるのね。あとでダンスコーナーあるから頼みますよ。はい、はい、それでは、南さんからのねリクエストで、アカシアの雨が止む時、西田幸子さん聴いてください。
関口博士さんのね、奥さんやね。なんか、関目のヤンキーやったらしいね。なんかみんな言うてはるけど、うん、そうやで、うん、芸能人の方ってなんかみんなヤンキーとかね、やったりとかするらしいですよ。それぐらい根性なかったらね、渡り歩いていいからね、人を押しのけるでも私が全部倒して、私が勝つぐらいやないとね、やっていかないと思いますよ、ね。はい、はい、次のリクエスト、はい、常連さんの佐藤さんからいつもありがとうございます。もうあのね、またあのいつもこれ出していただいてて、で次のビートインでルビレボライブ言うたらもう真っ先にね、もうすぐこうやってワープロで打って持ってくるあ、そうやそうや。ほんでね、これね、あの何がええかって言ったら、リクエストしていただいたらドリンクいっぱいサービスしてるんです。そうそう、はい、南さんごめん、また済ませる。はい、そうやね。だから後でね、それ引き換えてドリンク券やから、500円の金券を持ってくれた。はい、佐藤さんにも何でも言うからね、後でねもらってください。はい、そうでしょうね、佐藤さんね。ルビレボライブに参加し、素敵な演奏と歌声にいつも元気をいただいています。ありがとうございます。リクエストは千秋直美さんの4つのお願いをリクエストします。今香港では若者たちを中心に民主化デモが起きている。その報道ニュースを見ていると胸がうずくのはなぜだろう。1960年代の学生運動の全盛期、その激動の渦中に私もいました。街頭や民家にもビラを配り、スローガンを叫びながらデモ行進しました。そして広場に集まり、皆で歌を歌い奇声を上げました。よく歌った歌は若者たちや声、心騒ぐ青春の歌、国際学連の歌、イムジン川、エーデルワイス、心はいつも夜明けだ、頑張ろう、原爆を許すまじ、沖縄を返す。え、なんかややこしいな。同窓会をするといつもこの歌を歌い、だんだんなんか左に寄ってくるわし。歌い歌い盛り上がります。歌の力ってすごい。それではリクエスト曲4つのお願いをどうぞよろしく。なんかごめん、もうちょっとこじつけな感じがしますけども、ありがとう。もうね、
私のためにいつもありがとうございます。4つの願いは全然こんなややこしないですよ。千秋南部さんのね、なんかちょっとポップな曲です。はい、ちょっと歌詞が可愛いんでね、聴いてください。1969年かな、私生まれた年ですね。なんか渋い歌歌ってる印象がね、後半はなんか朝日ロとかなんかこんななってないこんな歌ってね7年キャラ感じですけど、最初の頃割とねこうポップなねアイドルでやりたかったんちゃうかな。そやけどね、やっぱりね歌がすごい上手い人やからね、歌上手いとやっぱり歌手やからね、歌で打った方がいいですよね。その方が長持ちするしね言うて私50やけどまだアイドル歌手やけどねはい、はい、最後のリクエストです。最後のリクエストの人ね、今日来るよってやるけどまだ来てへんの。鬼塚さんっていう人やねんけどね、はい、で鬼塚さんはもうこんなん書くの邪魔くさいから好きなように言うてくれてかめへんって言われてるんでまあいてへんけど、まあね、リクエスト曲は白い蝶のサンバっていう曲なんですけど、それも1970年かな、私1歳で万博の年ですね。でその頃お兄ちゃんほんな何してたんって言ったら、もう20歳ぐらいになって大阪出てきてた。あ、その人ね昭和25年生まれ、河野虎生まれ、北九州出身、他の小倉ねの人なんです。ほんで20歳から就職で大阪に出てきてて、でなんか住み込みで働いたらしいです。でまあその頃ね
時盛んなあれやから、ジョロ屋に置いてたらしいです。あの飛び出しんじの近くの、あの界隈がある寮やって、ほんでもやっぱり安月給でお金がないからね、あのみんなゲあの昔何々層みたいなとこが寮やったらしくて、でも玄関なんかもう男ばっかしやし、ぴったり靴が脱いである、それを取って質屋持ってってお金にしていったとか、ほんでそうなんで、なんか病気もろたとか、なんかもういっぱい話聞きました。もうなんかおっちゃんだね、私70代80のねとか、60代のまだ若い方なんですけど、知り合いがいっぱいおるんですけど、なんかみんないろんな話をしてくれはるんで、いろんなね、そういうなかなか聞けない話いっぱい聞いたんですけど、その、後から聞かると思うけど、その鬼塚さんというのはもうちょっとね、強烈な方でね、そうそうそう、職業なんかマフィアみたいな感じなんですけど、ね、後で聞かれるんで、はい、もうやります曲、森山加代子さん最後のリクエストね、白い蝶のサンバ聴いてください。あなたに抱かれて私は蝶になる、あなたの胸愛が染み込む思いと時はいつもこのようなリクエストコーナーっていうのをやってますんで、なおちゃんもそろそろどうですかね、レパートリーね、 Facebook の中にホームページ貼り付けてて、ちょっとなんかだいぶ入らなあかんねんけど、でリクエスト表のレパートリー表っていうの載ってます。60曲あるんです、全部で。でまだねメンバー変わって3回目の人おるから全然追いついてへんねんけど、言うてくれたら練習しますし、まだね次のライブ来年にもなると思うんで、みっちりね練習する時間あるんでな、はい、何でも言ってはい、いつまでもなんかね同じ曲ばかりだと失礼やしな、お客さんな、やっぱり変えていかんのな、どんどん、はいそうそう、リクエストねしてください。ドリンクいっぱいサービスなんでいいでしょ、よろしくお願いしますね。はい、はい、大丈夫かい、まだね、はい、ね、前半はねこのようにこう真面目な感じで歌謡ショーみたいな感じでやってまいりましたが、ルビレワライブね、昔
あのテレビバラエティーショーとかありましたやんか、あの火曜バラエティーショーみたいな、そういうの目指してるんですね。だからまあ、あの今日やったらこの2番と3番で1時間ずつねとか言ってたから、そうずっと見てて飽きないようにいろんなコーナーねしたりとか、そうそうそう、まあ、前はなんかちょっとグッズとかの CM とかもやったりしてたんですけども、なんかちょっと売り切れちゃって T シャツとかまたね、そんなのも展開していきたいと思いますし、はい。でもう後半はね、あのどんどんねこっからちょっと奥の間って言いますか、マニアックなところに、さっき最初言うてた、あそのなんかリズムかよ、その当時流行ったなんかあのゴーゴー喫茶とかゴーゴークラブっていうのがあって、まあ、私どの時代も私らやったらディスコとかね、ユーロビートとかで、でその後またクラブっていうの、やったりしましたやんか。そういう感じでこうノンストップで曲を演奏していきますので、もう好きに楽しんでくれはったらいいと思います。だからもう曲名とかも特に言わないんで、まあ、興味あったらまた後からねセットリストとか見ていただいたらいいと思います。だからまあ、 あの時代はねせっかく来ていただいたんやから、であのルミラブライブも今年は今日で最後になるんで、思い残すことないように遊んで帰ってください。はい、行きますよ。だからもう好きにね立ってね、好きなようにリズム感やおっちゃんがおるでしょ、南さんイスラエルそうそうね、なんか昔を思い出してね、あの若い人もこんなのね、あこんな時代ね、あの50年前にこんな曲あったんやとか感じとてもだと思います。はい、行くわよ。怪しさ満点ご機嫌ナンバーで心もウキウキ、レッツゴーゴーダンス、ミュージックスタート。
Yeah!
速上げましょう。あの AX みたいに。いくわよ。歌ってんのはなんかハーフのヘタヘタな女の子。